はい、こんばんは、こんにちは、うのじーです。ということでね、今日は、ピンキーポップヘップバーンさんが約2年の活動を、終えて引退されるということで、動画の方をちょっと撮ろうかなと思いました。まあ、ご本人の、動画を見ていただければわかるんですけど、まあ、そんなに何だろう、悲観すべきようなことではなくて、新しいことを挑戦するのにちょっと YouTube の活動は難しくなってしまったから、次に進みたいという意向で、引退されるということなので、まあ応援していけばいいのかなと思ってますと。でもご本人の動画で、去年の半ばぐらいからそういうことも考えてきて、ちょっとなかなか配信だったり動画を出すことができなかったよって話をされていて、まあ、やっぱりこの日本の、まあ、日本だけじゃないですね、世界のこの状況っていうところでなかなか活動がうまくいかない場面もあったり、なんだろう、いろいろ考えることになったのかなというところで、今回の決断に至ったのかなと思います。まあ、個人的にはどんどんいろんなことに挑戦していって、成功されることを、切に願っておりますと。で、まあせっかくなんで、自分はまあそこまですごいめちゃめちゃもう必死にゼロ、なんか夜から朝までツイートを追ってますとか動画を追ってますってわけじゃなかったんですけど、まあ、結構やっぱり自分もオタクなんで、でピンキーさんもオタクなので、ちょっとシンパシーというか感じる部分はあったので、ちょっと自分の好きだった動画をね、いくつかピックアップして今日は終わろうかなと思ってます。はい。でまず最初、結構初期の頃に、投稿されてた動画なんですけど、アイカツ、私の熱いバーチャル活動始まります、ふひっていう、まあこれどう読めばいいのかめちゃ難しいんですけど、この動画はね、やっぱアイカツが好きだっていう気持ちを出してくるオタクのなんか強さみたいなのが出てた。あとモコタメメさんへのちょっと謎の、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、推し感を出していたっていうところで、なんかやっぱ自分もこの好きなもの推しみたいなやつをなんかうまいこと伝えていきたいなみたいな思ったりはするんで、なんかこの動画は外せないかなと思いました。でやっぱ好きって言っているのと、その後の活動の甲斐もあって、アイカツとか、モコタメメメさんとかコラボしたり、公式の案件いただいたりしてたので、やっぱりこういう風に伝えていくのはいいことなんだなって思いましたと。はい。でその2、仲良し VTuber さん、はい、仲良し VTuber さんの名前だけでお茶目機能歌ってみた。これお茶目機能って肩をクックックってやる可愛らしい曲なんですけど、まあ、これをちょっとね見ていただきたい、ただ見ていただきたい。で見た後に自分はうーんっていうちょっと不思議な気持ちになりました。はい。で、3つ目、大ピンチ、予算ないなった。この企画はですね、まあ、予算がなくなった時のこの我々どうなってしまうんだろうっていうところで、このバーチャルの住民として、バーチャルで生きている、バーチャルで YouTube に投稿している人の企画動画っぽいなっていうのがなんか面白いな、そう面白いなと思って、結構自分の中では好きな動画になってますと。で最後、こちらは本人の YouTube チャンネルではないんですけど、姫ひなさんの、YouTube チャンネルのコラボ動画になっていて、あかり &PPH コラボ、細かすぎるモノマネ王座選手権、違う、王座決定戦。こちらの動画はね、この未来あかりさんも姫ひなのお二人も、まあ、めちゃめちゃパリピっぽい、陽キャっぽい、なんか空気感で絡んでくるのに対して、その、まあ、ご本人 PPH さん、ピンキーさん自体はなんか陰キャだ、友達がいないみたいなことで、ちょっと影のもの的な、陰のもの的な空気感があるんですけど、このパリピ力に負けて一緒に空気を読んで盛り上がっていくぞみたいな、なんか戸惑いとかが一瞬垣間見えたりとかして、なんかすげえ面白い動画、まあ動画のこのモノマネ王座決定戦自体も面白いんで、自分としてはすごい好きな動画でしたと。はい。ということでね、4つほど
紹介させていただきましたが、まあなんかご本人はね、その友達いないオタクみたいなことでずっとやってましたけど、結構コラボしたりなんかリプしたり、まあ今回の引退のツイートにもいろんな方からリプライをいただいているようなので、まあやっぱりね、人気者ですよ。伊達じゃない、この2年間ちゃんとそれなりに走ってきた方っていうのはやっぱね、初速もすごかったし、まあ、こういう形で終わってしまうのは寂しいことではありますが、最初に言いました通り、自分としては今後の活躍を、応援させていただきますということで、本日はここら辺でお別れさせていただきます。それじゃあね、バイバーイ。